西村はじめ校は山梨県北鶴郡府浜村のプロ野球選手。愛称は名前を音読みした一行また、西村はじめとも書かれる。この愛称及び表記は1955年シーズンに同性の西村務投手が阪神に在籍していたためである。初年度の華々しい活躍と翌年以降の故障による選手生命の途絶から。 阪神タイガースファンや関係者の間で一年で散った伝説の豪腕投手として語られる選手である。山梨県北鶴郡府浜村の出身。山梨県立鶴高等学校では2年時に1952年の夏の甲子園に保守県控え投手として出場した。この時バッテリーを組んだのは1歳年上で後に大マイオリオンズで野手として活躍する野党高尾であった。 この時は山瀬大会準決勝で同年の春の甲子園優勝の静岡県立静岡商業高等学校を決勝では甲府市立甲府商業高等学校を延長21回に及ぶ激戦の末に破り甲子園出場を決めているこの甲子園では豊田康光、かく意味を擁する茨城県立水戸商業高等学校に破れ1回戦で敗退した この試合で、西村は5番、手として、先発出場し1安打を放っている。ただし、この時期に手として出場したのは、正保守の選手が故障したためで、急遽西村が手として出場したとも伝わる。エースであった野党が抜けた後は、西村が鶴高校のエースとなったが、甲子園には及ばなかった。高校卒業後、藤倉伝線に就職。 藤倉伝戦の社会人チーム、全藤倉に所属した。高校時代は、無名の選手だったが、全藤倉の監督だった、吉田正夫の目に留まり、投手に専念することになる。1954年の都市対抗野球には、東京都代表として出場。初戦から3試合連続完封、27イニングス、無失点を記録し、注目を浴びる。 この年対抗野球ではチームも準優勝している。同年冬、大阪タイガースに入団が決まる。1954年オフのタイガースには西村を含めて計18人の新人が入団したが、その中でも西村の契約金、年俸はトップであった。1955年、タイガースでは3人目のルーキーの開幕投手となる。同年のタイガースには、 藤村隆夫、渡辺翔三、小山正明といった高投手が在籍していたが、その中でルーキーの西村が開幕投手に選出された。2019年現在、西村以降のタイガースではルーキーの開幕投手は出ていない。開幕戦の対対応戦では6回を2失点に抑え、勝利投手となっている。この年は60試合に登板し22勝17敗。 防御率2.01の大活躍を見せ、タイガースの選手としては、初となる、新人王を獲得する。また、同年のオールスターゲームに、ファン投票で選出されている。同年のオールスターは2試合開催されたが、西村は、両試合に先発した。同年に記録した302奪三振は、当時日本プロ野球歴代2位の記録で、2012年現在、セリーグ歴代10位。 日本プロ野球歴代17位の記録である。ルーキーとしては310奪三振の近藤博士に次ぐ歴代2位の記録である。また、300奪三振を記録して最多奪三振を獲得できなかったのは西村に加えて金田翔一、稲尾和久の計算名のみであり、西村は300奪三振を記録した投手の中で唯一最多奪三振の経験がない選手でもある。 また同年の西村の投球回は295.1回であり、302奪三振は投球回数を上回る数である。規定投球回以上の投手で奪三振が投球回を上回ったのは日本プロ野球史上初の記録であった。加えて、この年に記録した60試合登板は長らく阪神タイガースの球団新人登板数記録であり、2011年に 榎の田大輝が62試合登板を果たすまで56年間破られなかった。この年の国史の影響で肩を痛め、翌1956年の開幕には間に合わなかった。肩の状態が回復し、7月頃からようやく一軍の試合に出場するようになったものの、それから間もなく猛腸炎を発症する。優勝争いを演じていたチーム事情もあって、 手術を行わず注射で対処していたため、結果的に盲腸炎をこじらせてしまう。シーズンオフに手術を受けたものの、2ヶ月間の入院生活を余儀なくされた。1957年には、前年に回復しつつあった方を本格的に痛め、5試合の当番に終わる。結果的にこの方の故障が、西村の選手生命を断つこととなった。翌1958年は、 前年よりも多い12試合に登板したが、平凡な成績に終わっている。その後は一軍で登板することはなく、1960年オフに現役を引退した。ルーキーイヤーの華々しい活躍からわずか6年、25歳での現役引退であった。太く短いと形容される野球人生であったが、西村は自らの野球人生について、 悔いはないねと語っていたと伝わる。1961年シーズンはタイガースの鬼軍の投手コーチを務めたが、1年で退団。退団後、レストランビクトリアに入社。最終役職は専務取締役。1999年3月1日、胆管岩で死去。63歳だった。向こう気の強い投手で、速球が大きな武器であった。特に、 外角低めの速球に威力があった。西村より2年先に阪神タイガースに入団していた小山正明はその速球の印象は今でも強烈に残っていると語っている。また現代の投手で西村のような速球を投げる投手はいないとも述べている。この威力のある速球に加えて縦割れの大きなカーブも武器としていた。また、投球フォームに 特徴のある選手で、小山正明は、その投球フォームを首を振って変な格好から投げてくると表現している。当時の雑誌には、担ぎ投げと表現されており、テイクバックが小さく、上体の力で速球を投げ込むタイプの投球フォームであった。この得意な投球フォームから上実の速球とカーブが繰り出され、打者は大いに手こずり、三振の山を築いた。しかし、 武器となった得意な投球フォームは体に負担がかかる投球フォームでもあった。小山正明は西村の入団時から肩を壊すことを予見していたという。実際、西村は3年目に肩を本格的に痛め、その後復活することはできず、わずか6年でプロ野球選手を引退している。現役晩年は肩の故障からこの投球フォームを崩してしまっており、 ボールをリリースするときに顔が完全に左下を向き、バッター方向を見ない変則的なフォームへと変貌していた。1957年オフにタイガースに入団し、3年間西村とチームメイトだった本間勝は、この頃の西村はかつての高速球を失っていたと述べている。1966年の第2次ドラフト1位で、 阪神に入団した西村孝一は自典。ありがとうございます。